こんにちは。こんにちは。ヤンちゃんです。ヤンパンです。ジェニちゃんです。今回の動画はですね、はい、ジェニちゃんのことも聞いて、大話をしてみようかと思いますか。怒ってんじゃん。あのさ、育児についてちょっとお話をしてみようかと思います。ああ、なるほどね。うん、あの早くも育児を語ろうっていうこと。まだ7ヶ月しか経ってないけど。あの、私たちが日韓夫婦じゃないですか。そうなんですよ、うん、私は日本と韓国の育児について、うん、あのいろんなことね調べたりね勉強になったりするんですよ、はいはい、でこの前も私が韓国に1ヶ月ね、うん、帰ったんじゃないですか、うん、あの時私が感じた、うん、日韓、うん、どこで子育ってしやすいかについてお話をしてみようかと思います。そんな日韓に力入れるかよくわかんないけど、まあ、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、うん、まあ普段はねあの、うん、基本は日本に住んでて、そうそうそう、7ヶ月間今いますけど、その間1ヶ月ぐらい韓国に帰ってたんですよね、うんうんうん、でその時にどうも感じたんですか、韓国と日本の差を。そうそう、あのこれは、はい、あの自分の環境についてそれぞれね、うん、違うと思うんですけど、はいはい、まずね私は日本で出産したし、うん、ほぼ日本で子育ちするから、うん、ここの基準でさ、うん、話ができるかもしれないんですけどね、うんうんうん、それでも、うん、あの韓国に帰った時、韓国はこういういいところがあるし、うん、日本はこういういいところがあるから、うん、あのこれは皆さんに一緒に話して、うん、協力したら、うん、まあ誰かにはね役に立つんじゃないかなと思って、うん、はいはい、一緒にね話したかったんですよ。なるほど、うん、まあ、どっちがいいとかじゃなくてね、そうそうそう、ヒョンちゃんが感じたいいとこ、うん、悪いとこ、そうそうそう、まあね100点満点のことなんて、まあ、まずないだろうしね、そうそう、いいとこがあれば悪いとこもあるだろう。ブーイング飛ばしてるもんな。で、ね、はい、うん、何がありましたか。まずね、はい、皆さんごめんなさい。あのまずね、うん、私がね、うん、今おっぱいをあげてる状態なんですけど、母乳でね育ててますよ、うん、何せこの人が粉ミルクを飲まないもんでね、そう、それでねもう完全にね、おっぱいだけあげることになったんですけど、うん、もうでもお出かけするとき、うん、まあ楽なんですよ、あのどこいても、うん、あのおっぱいあげるそういう質があるんじゃないですか、うん、あの授乳室ね、別にね授乳室ね、はい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 、でも私の実家に帰った時、うん、それはちょっと不便すぎだった。あんまりなかったの。全然なかった。全然ないんだ、うん、駅のところしかなかった。うーん、だから日本は、うん、まあ、授乳室があるかどうかっていうのはちょっと難しいけど、うんうん、だからおむつ替えるところか、もしくはあの、うん、多目的で大きいトイレ、ああそうそうそう、ああいうのは大体あるよね、多くはモールとかには探しづらかった、韓国にではね。あんまないんだそういうとこは。韓国は、うん、10人の中で8人が大体粉ミルクあげる状態になっているらしいわ。粉ミルクあげる人の方がだいぶ多いんだ。圧倒的に多いんだって。それはその今言ってた授乳室があんまないから、うん、それかそこまでわからないんですけどそういう影響があるんじゃないかな、あれでね、あのあげる人があんまいないから別に力なくてもいいじゃん。うん、まあだから、まあ、いわゆる最新の最近の建物とかにはまあ絶対あるから、ね、うん、いやそれはそうなんですけどね。でも最近ね粉ミルク、うん、いいもの増えたし、うん、もうウォーキングマナー、うん、あの女の子も働く人がたくさん増えたんじゃないですか、うん、あの人たちには粉ミルクは必要なんですから、うん、まあそういうこともあるし、韓国は出産したら必ず上院に行くじゃん、うん、あの母体を回復するところね、うん、あそこでなんか粉ミルクあげようって献身するママたちも結構多いって話があったんですよ。なんで？案外そういうストレスフレッシュが、はあ、自分のも最初はおっぱいがあんまり出ないことが、うん、それことが当たり前ことなんですけど、私はおっぱいがそれしか出ないんだって、うーん、かっかりするママたちも多いし、なんか粉ミルクもいいんですよってさ、うんうん、そういうふうに もっと日本よりそういう社会的に雰囲気もあるらしいんですよ。うーん、うん、
まあね、うん、あとはまあ私はね男だから出ないんじゃない、うん、母乳がね、うん、そうそう、だからどうしてもやっぱね、うん、母乳だけでってなると、うん、私のなんできることがね、うん、ものすごい減っちゃうわけ、うん、だから粉ミルクでできるっていう人がいるなら、うんうん、それはやっぱそっちの方がいいかなって俺は思う。私もそう思うよ、うん、別にいいと思うけど、うん、これあのジェニちゃんは自分が抵抗したから、うん、まあ、仕方ないからね、うん、とにかくブーッ、あーそうそう、で私も母乳もどちらももう関係なくて、うん、合わせてあげれば、まあ、どっちでもいいかなと思ってる、うんうん、でも私は母乳あげる状態だったから、うん、あのそちらのところが不便だったんですよ。なるほど、韓国は授乳室がとにかく少ない、うん、少ない、うん、あとあでもさ割と、うん、あのいいところは、うん、韓国は中高サイトが、うん、あの別にねそういう専門的に中高だけ共有されるそのサイトがあるんですけど、うん、そこでいろんなものを私はタダでもらったり安く購入したり、ね、なんかね行ってる間にベビーカーとか、うん、なんで抱っこ紐みたいな、うん、あれももらってたし、ね、あそうそうそう、あのおもちゃもだいぶもらってたじゃん、うんうん、ああいうのタダでもらったり、うん、まあ、買ったりしてた、ね、ああそうそうそう、うん、私はねそれ全部、うん、すいませんそれをまた買うことは、うん、お金的にもったいないし、うん、あとさ持って帰るも帰りづらいし、そうね、うん、だから中古でも何でもいいから、まあ、もらったらそれでちょっと良くなるんですけど、うん、なので、うん、そういうサイトがあることは私にとっては本当にいいところだったんですよ。そうね、うん、だからやっぱベビー用品ってさ、うん、使う時間めっちゃ短いじゃん。もちろんめっちゃなんか本当に必要、今これあったらいいなとか、うん、これすごい便利だなと思うけど、もう1ヶ月2ヶ月で、うん、まあ、サイズが合わなくなったり、うん、全然使わなくなっちゃったりするから、うん、でもったいないんだよね。そう、せっかく新しいの買っても、うんうん、まだ綺麗な状態なのにもう全然使わない、うん、そうそうそう、そういう状態だったらさやっぱ誰かにあげるとか、まあ、安く譲るとかできたらすごいいいもんね、うんうんうん、でもそれは日本もあるはあるんですけど、うん、あるそんなに韓国と比べたら広がってないと思うわ、うん、そうかもしんないね、うん、なんかいわゆる中古販売サイトみたいなのはあるんだけど、多分そのただでものすごいただで譲るよみたいな、うん、近くにいる人だったらもう使いませんかみたいなのって、うんうん、日本はあんまりまだそんなに広がってないかなって気がするけどね、うんうん、ここに1000円の違いもあるかも、うん、日本は、うん、あこのまま私があげるのは申し訳ないってそういう考える人が結構いるんじゃない、うん、でも韓国は、うん、まあ気軽くもっと気軽くさみんなと協力することもある、うんうん、特に赤ちゃんってさ、まあ、これもそうだけど、うん、ダダダダダダ舐めるからさ、うんうん、とにかくベロベロ舐めるから、うんうんうん、なあ綺麗だけど、あそうわかる、ね、こう綺麗なんだけど、うん、なんか気分的にさ、そうそうそう、他の人がベロベロ舐めたやつだなとか思うと、うん、だもらう方もそうだけど、うん、あげる方もちょっとね、うん、そうそう、や気分的に嫌かなと思って、うん、ちょっと譲るの躊躇しちゃう時あるけど、うん、まあそんなに気にしなくてもいいなとも思うしね、うんうんうん、あと韓国はノーキジョンがあって、出かけする前にそちらの辺をちょっと調べてからお出かけすることになるから、ものすごく不便なところだったんですよ。子供は入ったらダメって、そういうところが結構ある。だから どういうところ、まあ、お店とか食べ物屋さんとか、まあそうですよね。でも日本ってそういうところあった？だからね、何て言うの、まあ、静かにしなきゃいけないところ、音楽聴くとか、うんうんうん、な映画を見るだとか、うんうんうん、そういうみんなが静かにしてるところはダメ、うんうん、ちょっと遠慮してもらいたいっていうところはあるよ、全然。そういうところじゃなくて、じゃなくて、うん、ただみんながいるところで、うんうん、あ ちっちゃい子供はちょっとこ、うん、お断りしますって。そう、韓国、うん、そう、うん、お出かけする前に調べてお出かけした方がいいぐらい。へえ、うん、なんでだろう、韓国人ってあんなうるせえのに、うるせえの嫌なの？わかんないけど、自分のことをもっと大事に考える人が多いって感じた。うん、でも私でも逆に日本では妊娠した時と比べたら、今ジェニちゃんが見えるじゃん。うん、
もっとみんなが譲ってくれる環境はある。そうね、うん、妊婦さんの時だった時よりも、うん、今いる時の方がみんなすごい優しい、うん、そう、ジェニーちゃんにね、うん、まあ、うるさいなって言われる人も今まではいなかった。いないよ全然、うんうん、みんなニコニコしてね、あ、そうそう、話しかけてくれて、うん、そういうところがちょっと、うん、そう、うん、私にとっては全然違うなと思ってます。すごいみんなが優しく感じるよね。不思議ですよね。、うん、はい、というわけで今日はまあ日本に住んでいる韓国人であるヒョンちゃんが感じている日本と韓国の、うん、まあ、ちょっと子育てに関するちょっとした違いみたいなことを話してもらいましたけど、うん、まあやっぱ基本には日本に住んでるから日本のことがよく見えるだけであって、うん、韓国に実際住めば本当はそんなことないよっていう人もいるとは思いますけどね、うんうん、まあ、これからしょっちゅう韓国に帰ることもあるんで、うん、まあ、そういうもっと何か直接感じることがあればまた今後も話してください、うんうん、もっと話があるんですけど、はい、あのジェニーちゃんがうるさくて、ちょっとね、ちょっと我々の声聞こえてるのかどうか心配なんですけど、皆さんこれは前半、前半ですよ。まだ後半があるわ。まだ後半があるんだ。それはまた後でね、また今後ね、うんうん、今日も見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画で会いましょう。またね。